ありがとうございます。当然のように、まあ、うちらぐらいのそのスーパーで、2分の1全部売れるってことはまずないから、うん、どうここの皮のね、腹側のこの膜、はい、うん、これとここの血、ここは守られてるところで、こういう膜を切ってもらって、で背中側を切ってきた、はい、でここから、まあ、そうやな、ね、特殊もらってる分でこんだけぐらいで、お店出すのでこんだけぐらい切って、うん、様子見ればいいから、ね、うん、もうここを入れちゃえばいい。そうそうそう、だから1匹来たから1匹全部使わなきゃいけないっていう感覚がそもそも間違いない、うん、でこのやり方なら、高級魚を常に置いとけるから、もうちょっと置いた方がいいよ今結構切りまくったことあるんで、はい、うん、あら最新魚ね、でこれで2分の1ぐらい切ってしまえばいい、ここからここから後ろは全部、うん、飼育かけて打っていく。どういう作業なのか、普通に切って、で皮抜いて、でおそらくこの幅やと、すごい短感になっちゃうから、すごい短感になっちゃうから、すごい重たになっちゃうから、だからこう串がこういうふうに入ってるんですよ、はい、うん、こういうふうにしてもらう、こう、こうね、こう、こう割って、こういって、天身の部分だけと、要するにこの骨に近いところ、はい、で、この外側のところ、こう、ここ、ここ、1、2、3ぐらい、半分だと割れば、うん、割ればいいよ、まあ、それで重さを測ってみればキロの1、3、9で大体どれくらいになるか、あ、キロっていうかな、うん、いや、そこまで変わらんと思いますけど、うん、400グラム、500グラム、600ぐらい、大体1キロですこれ、うん、1キロか、13,000、900。取っちゃえばいい、うん、そこ取ってこういう感じがだいたいスーパーの単価じゃないかなと思うね。そうやってな、いいよ、うん、落としちゃえばいい、うん、あんまり遅いねすいません、うん、そうだね、うん、こんな感じでいいんじゃない。
らに半分にした方がいいですか。いや大丈夫ですよ。これでだって2000円、3000円弱ぐらいって分かんない。だから、あなた、ああいう攻撃して取ってたよ。そうそう、うん、分かりました。とりあえずこの3つ削減。そうそうそう、多分ね、うち以外ね、並んで、あ、コーチ1つ、あの、夢タウンさんとうちとしか置いてない。あともう、もう、あともう、もう一人で探そうかなったら、銀座行かない。ですよね、分かりました。これ、あの、蓋付きの刺身のトレイです。そうやな、そうやな。閉まらん可能性あります。もうちょっと薄くなってる。まあ、あの、まあ、最後には多い。あとこれ、ジョニちゃんのポップと一緒に持ってましょう。あの、作ったやつと一緒に、うん、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、おかわりでだったね。はい、あの、さっきの、はい、あのクエもう一回で、できれば、はい、このビニール袋なんで安いんやで、はい、それにいっぺんに使わないで、あの、背と腹と別々に、小分けにして、うん、そうすれば、破る回数も1回ですね。はい、うん、今、おかわり、うん、で、まあ、なんでこういうことをするかっていうと、その、差別だな。一番大事なのは差別だ、ね、うん、他の店舗にはない。そうそうそう、だから、あの、多分専業さん、世の中の専業さん、今伸び悩んでるところで、頭打ちで頑張ってるよっていうところなんか、あ、頑張ってるじゃないな、頭打ちですよっていうところなんかはさ、大体養殖ブリ、はい、養殖ブリ、養殖ブリ、養殖ブリとサーモン、サーモン、マグロ、マグロ、あ、もうこんだけしか目がいってない。はい、うん、でそれって非常に何ていうかな、大手には絶対かなわんところやで。そうですね、うん、だからそれ以外のところで、ああそこ行けばこんなね、銀座で食べるの高級魚あるよっていうふうにするために、ごみ食えとかね、やらせてもらってるんで、多分まあ近くにあれば、やけどなければ、もしかしたら一食口にすることなく終わるかもしれない魚で。そうありますね、うん、で今日は父の日スペシャルということで、1390円 100g 当たり、うん、今一見特徴入ってるね。はい、入ってますね、うん、早速です、早速ですね。まあまあこんなもんやな。だからその必要な分だけをこうやって使えばいい。はい、うん、でそれができるのはこういう積もと式ね。そうですね、うん、でこの油ほらすごいギラギラですね、うん、これやで、ネットってしてますね、これ、これやで、しっかりと抜けてる感じですね。でまたこの状態にして、真空ですね、真空ですね。高級魚を取り扱ったとして、はい、うん、でないと、あ、なんかっていうか、それがその知識がないと結局はだからロスになるとか、そう、はい、そうなってしまいますね、うん、せっかくの熟成ですからね。そう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 、今、うーん、そうだね、この上の部分とこれ多分こうやってスライスしてもらうと思うけど、どうしたの、切れるの、すごいですね、うん、食らいついてきますね。え、6月の魚やの、
6月6月の魚やな。真冬ならこういうのは確かに、おっと思うけど、すごいね。すごいですね、津本式すごいですね。てか食えやすい、これが置いてある店っていうのが、まあ、お客様に印象づくまでは続ける。そうですね、でそれが決してほんならどのくらいのロスになるのって言ったら、あ、今みたいな知識と、まあ、ちょっとした経緯だよね。そうですね、うん、さああれば続けられるから。で今日はそういうふうにして、行っていきたいということのご案内でした。はい、ありがとうございます。